はい。限定版のマモリンストラップが欲しい。あれをフルコンプしないことには翼のレースに集中。行かせてください、行かせてください。だからそれは、あ、いつきくん、あのね、一体何が起こってるんだ。マモリンストラップはマモリンのストラップだろうが、そんなことも。しかし限定版はすでにどこも売り切れ、氷はもはやショートで。バツ。しかし先ほど投資からの情報によってヒーホーマート渋谷店に在庫があることが明らかにな、こうしてはいられません。バリクッドマン行きます。レッスン中もずっとこの調子なの。ストラップ買いに。そうだ、千載一遇のチャンス。代わりに、いつきくん、それでバリーさんが真面目にレッスンつ、よし、計算通りです。計算なんでもないです。リアル、うだつが上がらないガキかと思ってましたが、なかなかどうして気が回るじゃない。オッケー、交渉成立です。交渉、ほら、いつき、さっさと一行している間にも。そら、ごめんね、いつきくん、私。気にするなって、悪いのは全部。いらっしゃい。あの、ごめんなさいね、あれだ。他に限定品だからね。困ったな。あなた、え、買ってった人の特徴を教えてあげるから交渉してみる。ぜひおね。それじゃあトピの方が分かりやすいわよね。送ってあげるから ID 教えて。それじゃ今後ともヒーホーマート。
つきくん、どうしたの？マイコさん、限定のマモリンストラップ買ったわよ。それお願いします。それ譲っ…あそれなんだけどね、実は私のじゃないのよ。守りに？そう、私はもう持ってないわ。そうだったんですか。そう、でも譲ってもらうのはちょっと難しいかもね。まあ、聞くだけ。さすがね。なんということでしょう。まさか守り本人が最後の一つを持っていたなんて。ですが、守りにくださいなんて。おじちゃん、お、守りちゃん。おう、守り。よかった、いつき。ん？これはお世話になっているので、そのどうしよう。はい、受け取りなさ。ありがとう、大事にするね。はい、いりますか？受け取れるわけがありません。What？ はい、これおじちゃんにも。いつもありがとう、おじちゃん。それじゃあ、レッスンのつ守り。やはり守りはこの荒廃した三次元世界に神が気まぐれに守り。バリーさん喜んでるし、とりあえずこれでよかったのかな。レス守り。
いつき。うん。行くわよ。それで、相談って何？ね、ごめん、ちょっと着信が。デート？なんで知ってるのよ！いや、舞子さんからトピック。どうもこうもないわ。つまりそういうことよ。いい？あくまお稽古なんだから、勘違いしたらヘッドショットよ。っていうか、本当に樹で稽古になるわけ？エリーが呼んだんだ。何？自信の？そりゃそうよね、あなた素人だもん。俺を鍛えても仕方ないんじゃ。それじゃあ、やると決まったなら張り切っていくわよ。あ、ちょっとエリー。いきなりコンビニでデート？何よ、普通でしょ。私の地元。そんなことはないと。ああ、見て見て、いつき、この雑いつき、このアクセサリーかわいい。渋谷にお店がある。了。何よ、その釣れない返事。デートなんだから女の子。何その歪んだデート感。エリー、誰な、何を悪い。私に釣り合うハリウッド的。へえ。へえ、何あの子。本当だ、ハーフかな。お人形みたい。
目立つんだね。ハーフだからね、物珍しいんでしょ。こんなの慣れた。そんなことよりなんだか喉乾いちゃった。どこに？彼女が喉乾いたって言ってるのよ。彼氏なんです。いらっしゃいませ。私にね。また来てね。すごいね。
すっごい。ほう。何それ？知らないの？これはね、スムージーよ。おいしいの？おいしいに決まってるじゃない。なんでそこまでハリウッドに？特別だから。最強？私ってほらハーフでしょ。どこに行っても浮いてるような気がしてさ、居場所がないなって。だけどハリウッド女優になれば違うって思ったの。あれだけの女優になれれば世界の方が勝手に居場所を。そうだったのか。しゃべりすぎたわ。とにかくそれじゃ次行きましょう。ねえ、いつき、私、さっきのアクセス。
はこういうところもいいよね。なんか大人の。え？これナナリーがしてたやつ。へえ。あ。どうしたの？どうしよう。全然けっ。ダメね、私って。ごめん、いつき。なんか振り回しちゃって。でも、楽しかったよ。エリーのよく知らない一面とか見れたし。え？もしエリーが本当の恋人だったら、毎日退屈しなさそうだな、とか。何言ってるのよ、いつき。あのさ、いつき、今の私たちってさ、その、うん、俺はそう思うよ。あ、そっか。どうしたの？私たちが恋人同士に見えてるってことは、今のこの気持ちこそが。綺麗だ。なんか。何が？何それ聞いちゃうの？そうなの？あなたやっぱりド級の天然男子だわ。パフォーマーが集まるミラ、新しいレディアントスキルがつく。どんなのが。これでいいか。それじゃあ、ユニ。いくよ。レディアントユニ。動力。賛同よ。エリー君、頑張りたまえよ。あなたに教わったことなんか何もないわよ。なんということだ。私が常日を。そうだったっけ。これはもっと厳しく君にレディの振る舞いを教える。そうでなくては君が目指す社交界。だから社交界じゃなくてハリウッド。もう。私、あなたのことが好き。
ねえ、私じゃダメかな。どうよ、なかなか真にせ。来週が気になる。そうでしょうとも、そうでしょうとも。わざわざ実地で特訓した。でもね、今の私のハリウッド的サクセスはこれからも続くわよ。